7時10分、朝食を食べに、1階居酒屋レストラン、ベージュに来ました。係の人に朝食券を渡します。先に座席を確保して、カメラなどの荷物を置きます。このレストランでは、コロナ禍が緩和されても手袋着用が義務付けられていました。最初はサラダコーナーです。レタス、コーン、トマト、オニオン、海藻などがありました。ドレッシングは2種類置かれています。こちらには生卵が置かれています。その奥のカウンターの上には焼き海苔があります。こちらの奥は納豆です。手前がオレンジ、パイナップル、キウイです。こちらはハムです。その隣が焼き鮭と焼き鯖です。その隣はソーセージとスクランブルエッグです。こちらは酢豚風の肉団子です。左端は目玉焼きです。一旦席に置きます。もらいます。こちらにはパンがあります。アイスをもらいます。味噌汁ももらいます。こちらにシリアルと飲み物があります。飲み物
むのはオレンジ、ピンク、グレープフルーツ、ウーロン茶、牛乳、水、ホットコーヒー、お茶があります。選んだ料理です。いただきます。ビジネスホテルの朝食ですね。ここではありませんが、十数年前に出張でテラス・ザ・スクエア日立に宿泊したことがあります。その時の朝食が豪華だったという記憶があるので、今回このホテルに宿泊しました。BBH ホテルグループより少し良い程度ですね。ただし、レストランは朝食以外にも営業している店なので、すごく綺麗です。綺麗な空間での食事はすごく気持ちがいいし、食事がより美味しく感じます。ご飯のおかわりをもらいます。今回はカレーにしました。シリアルももらいました。ヨーグルトももらいました。朝のカレーっておいしいですね。いつもよく熟して甘かったです。シリアルは久々に食べました。プレーンもいいですが、フルーツヨーグルトは普段買わないので、こういう時に食べられるのは嬉しいです。ホットコーヒーも飲みたかったのですが、さすがにお腹がいっぱいになったのでやめておきます。ごちそうさまでした。
この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。